どうも皆さん、こんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日もまたこの小さなウクレレを使いまして、いろいろな曲に挑戦してみましょう。さあ、冬です。冬といえば、日本にはいい曲がありますよ。日本で歌い継いでいきたい曲、焚き火。こちらの曲を今日はこのちっちゃいウクレレでやろうと思います。今日はですね、この焚き火なんですけど、皆さん嬉しいお知らせがあります。この曲、超ウルトラ初心者入門コード3つでございます。ウクレレを習おうと思ったらその日に覚えるコード3つ。これはね、やりましたよ。なんで、下は下から上は上まで、もうあらゆる世代でウクレレ始めるにはぴったりかもしれません。この曲を入り口にして、皆さんの大好きな曲、どんどん弾いて歌えるようになりますから、ぜひ、ちょっと今日の動画で、こう、きっかけを起こしてください。で、この曲はですね、今回、ワンバージョンのみでやろうと思います。1番、2番、3番まであるんですけど、1番、2番、3番で弾き方を変えていきます。初心者の方は最初の4つ弾きをずっとやってもらってて、ちょっと弾けるかよって方はいろんな弾き方で、またこうやってやってみるのもまた楽しいということでございまして。で、ウクレレですね、音楽やりませんか皆さん。音楽聴いたりね、歌ってもいいけど、楽器と一緒に歌うと、またね、これがまた最高なんですよ。でも私、楽器は苦手とか、おじいちゃん、おばあちゃんとかで、いや、もう無理無理っていう声が聞こえてきそうですけれども、ウクレレ簡単なんですよ。弦も4本しかないし、あとね、ちっちゃくて軽いから、持ち運びもすごくいいですよ。で、まず簡単なんだっていうのが一番伝えたいことなんですけど、ただ簡単なだけじゃなくて、やってったら奥も深いんで、本当にね、ハマりますんで、ぜひ、この機会にやってみてください。今ご覧になってるガゼル YouTube チャンネル見てるだけでどんどんできるようになります。もうちょっとしたらここにリンクありますんで、このリンク先の初心者レッスンはここというところにジャンプしていただいて、数字の順番通り動画を見ながらウクレレ触ってるだけで、すぐにできるようになります。楽しんでいきましょう。YouTube ですから、いつでもどこでも無料で見られますからね。気軽に音楽始めましょう。じゃあリンクあります。初心者レッスンここ行ってらっしゃい。クリック。行ってらっしゃい。そこには今までガズが取りためたありとあらゆる音楽がもう1000曲以上、簡単レッスン動画としてアップロードされております。まあ昭和の夏メロから、演歌から、はい、最新 J-POP、定番 J-POP、洋楽もたっぷりあります。ハワイアンソングもちろんドスタラやります。アニメの曲や映画の曲もたっぷりありますんで、ぜひいろんな曲どんどんやっちゃいましょう。さっきのリンク先のところに行くと、もう曲検索できたりとか、ジャンルボックスから選べて自分が好きな曲どんどんできるようになってますんで、どんどん始めてください。それではやってみましょう。今回は違う弾き方で3番までやります。焚き火、やってみます。ガゼレレ流簡単バージョンやってみました。いかがですか ?4 つ弾きだったら、ゆっくりやればね、これは初心者の方でもすぐにできると思います。今ね、動画と一緒に合わせられた方、自分で書いてくださいね。ノートとか紙に。それを見て自分だけで歌うのをおすすめします。その時に参考になるようにガズのノートを見ていただきます。これイントロですね。これ基本ですけど、ワンブロックで4回弾きますから、ワンブロックで2個コード書いてあったら、1、2、1、2で合計4個になります。ワンブロックにコード1個しか書いてなかったら、1、2、3、4です。これ相当広くこれ今日書きましたからね、1番は。で、
これ見てください。1番2番3番って書いてあるでしょ。これねすごく大きく書いてあるんですよ。でこのパターンが繰り返されて歌詞が変わるだけなんで、2番3番コード進行はこれと一緒ですよ。歌詞が変わってるだけですからね。なのでこれを書いていってくださいね。はい、一時停止でどうぞ。はい、で今も言ったんですけど2番3番コード進行一緒で歌詞が変わっていくだけですからね。で最後相談しながら歩いていくを今もう一回やって、エンディングにしたというふうな感じになってます。はい、これはねとにかくこういう簡単でシンプルでな曲をこうずっとこう弾いてものにしていくのがウクレレいいと思います。でコード3つです。超入門コード F、あ、C と F と G7。 これはですねもうほんとウルトラ入門コードですから一応サッとやっておきましょう。C というのはここね、一番下の3番目。はい。下1本と思います。F っていうのはこことここ、こことここ、こうやって2つ押さえるんですけど、指寝てちゃダメですよ。指立ててください、こういうね。これ、こうやって2つの点を結ぶ斜めのイメージなんで、F といったら斜めというのがガズレレ流の考え方です。G7 っていうのはちょっと難しい。こことこことこの3つなんですけど、これをね、こういう風に押さえるのがいいと思うんですけど、ちょっと角度をこうくるっと丸める。F から見るとこう、ぐるっとこう回転させるのがいいです。これが入らないんですよね、F のままやると。これ、あ、ここ入んないなってなるんでしょ？キュッとやると場所が空きますから、ここ入れてください。これはですね、G7 っていうのはよく見ると、こことこことここだから、三角形のイメージを持つといって、こういう三角形ですよ。正三角形です。この3つです。で、今日はちょっとおまけとして、このガズレレ必須コードというのを皆さんにシェアしたいと思います。これ何かというと、ウクレレで音楽を演奏するのに、今みたいにコードっていうのを覚えなきゃいけないんですけど、本当は星の仮想であるんですよ。とてもじゃないけど覚えられない。じゃあどうしようかということで、ウクレレにとってですよ。めちゃくちゃ便利で、助けてくれる仲良しのコードがあるんですよ。それをガズレレ必須コードと言ってます。10個ぐらいあります。今日はそのうちの3つなんですけど、超入門のね。だけど、いずれね、この10個ぐらい覚えておいた方がいいと思うんですよ。で、それをシェアしたいんですけど、10個もあるのかと思うでしょ。1個ずつ見たら結構簡単なんですよ。1個ずつ見たら簡単だけど、10個いっぺんに覚えようと思うとちょっとコツがいります。そのコツを、私が解説してます。ここにリンク貼っておきます。このリンクで面白く楽しく、なんか知らないうちに笑ってる間にコード覚えちゃう。そんな感じでコード覚えていきましょう。はい。あと弾き方ですけど、今やったら1番はこう4つ弾き。2番はアルペジオという弾き方ね。こういうのアルペジオって言うんですよ。あと、最後の3番はちょっとこうノリノリの感じで8ビートのチャというリズム。はい。同じリズム、同じ曲でもリズム変えるだけでだいぶ表情が変わってくるということで、ちょっと楽しくなってきた方、いろんなリズムに挑戦してみてください。ここにリンク貼っておきます。このリンク先は、ウクレレでできるリズムのいろいろというガズレレホームページの1枚で、その中から、まあ、今日の場合で言うと、アルペジオとか8ビートとか8ビートのチャとか、動画で見ながらちょっとやってみてください。まずはですね、アルペジオは、こう、本当にこう、ゆったりとこう体に落とし込んでいく感じでできると思うんですけど、8ビートのチャっていうのはですね、8ビートっていうその前には基本のリズムができてないとちょっと難しいので、まずは8ビートというリズムから始めていってくださいませ。さあ、楽しいですよ、音楽は。本当ね、聞くのはいいけど、音楽ね、聞くの最高だけど、やる方がもっと最高ですから。そして、本当、大先輩方にちょっとお伝えしたいのは、本当脳トレになるんですよ。これはね、もう本当に老化防止にもってこいでございます。しかも歌も歌うでしょ？声も出すし、こう文字も読むし、なんかこう本当脳がすごく活性されてね、元気になっちゃうと思います。私も大病してね、音楽にすごく助けられたんで、皆さんも免疫力アップのために音楽をやるのは素晴らしいことだと思いますんで、ぜひ皆さん、もしね、おじいちゃんおばあちゃんに教えてあげたいなという方は、この動画をもとに、先輩方にこうお伝えしていただければと思います。ありがとうございました。どんどん音楽やりましょう。さあガズですけど、2019年はですね、日本全国このウクレレ持って飛び回ってイベント本当に開催させていただいて大感謝です。ありがとうございます。2020年もどんどん行きます。今のところちょっとね、この公開できる予定はないんですけど、今ものすごくものすごい勢いでイベント構築中ですので、もうちょっとしたらこのガズレレ .com でどんどん情報が公開になると思いますので、ちょっとチェックしておいてください。ホームページのリンクもここに貼っておきます。あとこのガズが使ってるこのウクレレものすごくいいです。 G って書いてある、これガズの G ですよ。ガズが作ってるわがままウクレレというウクレレなんですけど、今ちょっと欠品中なんですよ。で、これ大人気で本当にね、すぐ入ると、予約完売になっちゃうんですけど、今ね、新しいシステムになって、入荷状況が受け取れるという風になってますんで、さっきのホームページでちょっと確認してみてください。あと本をいろいろ出します。本屋さんとか楽器屋さんに行ったらこの側がいっぱい並んでますからね。大ヒット中。はい、この本なんか特におすすめ。100曲入り。これはね、超簡単ウクレレ歌、ソングブックです。手に取ってみてくださいませ。はい。今年のイベント1本だけあります。12月21日にガズトークというガズがやってるもう1個の、ね、YouTube チャンネルがあるんですよ。ちょっとおしゃべりするチャンネルなんですけど、そこの、ね、トークイベントとか、まあオフ会みたいなのありますんで、このガズトーク、なかなか面白い番組になってますね。もしご興味ある方、ちょっと時間あった時にこう見に行ってください。これリンク貼っておきます。よろしくお願いします。さあ、音楽、
本当にいいですね。いろんなこの情景を巻き込んで、それを歌とメロディーに乗せる、最高です。どんどんやりましょう。はい、ありがとうございました。バイバイ。